とにかく強いシュート打たないと割れないから、もうコース狙っちゃダメ、思いっきり打つ、これだけです。ナナ君、スパサ、タカ君、アスタレシー、ティコボレーで風船を割れ。この前の企画で使わせてもらいました、この風船をボレーシュートでバストン、なるほど、うまそう、結構平和な企画だと思います。そうだね、ケツシュートがないんで、はい、まあでも僕は常にこれを弾丸君のケツだと思って蹴ります。そしたらね、成功率当たるからそれということでね、はい、これまあほんまに一発目で当たる可能性もあります。確かにね、その場合動画が3分ぐらいになると思います。これはもうご容赦ください。これらがうますぎたっていうことで、すいません、うるさくなってごめんなさい、ごめんなさい、申し訳ないです、申し訳ない、うますぎたということでね、風船割りボレーシュート、はい、やっていきましょう。それでは、キングオブ年内100万人、一緒に行こう。じゃあ、ダイナル君、すいません、僕ちょっと最終行かせてもらいます。ああ、じゃあ俺もうできないな。そうです、当てちゃうから。終わります。ごめんなさい。じゃあ、もう準備してきますね、はい、エンディングの。楽やな、はい、で、ただ、うん、もし僕が当てたら、うん、最後、一応尺のためにケツシュートです。ああ、いいです、それは全然いいよ。肝が座ってますね。うん。気持ちいい。まあまあやりこい。まあまあやりこい。チャンネル登録してね。ゲームで一本目。いきます。おお。もうこれね、とにかく強いシュート打たないと割れないから。もうコース狙っちゃダメ、思いっきり打つ、これだけです。あの一応取れ高的に残しました。あ、俺のために。わざと。はい、しました。皆さん皆さん、そうじゃないですか。うわぁ惜しいね。ここはね、うん、ライン入ってたんで。おぉ、うわぁ一応外したシーンはこれで終わりました。写真のためにね、こちらの YouTuber なので。じゃあ、すみません、視聴者の皆さん、お待たせしました。はい、じゃあ、始めます。はい、お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、まだまだ惜しいシーンを言って、いや、もうそれ取れたんで、もう決めてください。いや、弾丸くんで当てるやつじゃないこれ。いや、違う、どっち当ててもいいの。いや、だから俺が外して最後弾丸くんで終わりました。わーしゃー、いいから早く決めろよ、これこれ。決めます。はい、次は枠に入れることにします。決める決める決める。はい、高さはよかった、高さ。今日弾丸くんに割ってもらわないと終わらなきゃ。僕が、まあ、当てたので、タミヤ君が一人ですね、うん、ここに立ってる。何約束や、ねえ、今日約束して、今日当てて楽しいな、でもいいやん。みん
ないつもありがとう。足猿 SC は年内100万人を目指して活動しています。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。あー割れてる。